チェルソンズですね。今回はですね、今週もやってまいりました2ホットケーバー。はい、ちょっとかすったまあ、ニオさんいつも担当なんですけど、はい、まずはですね、反省会っていうか、なんていうんだろうね、こうなってほしいという前に、はい、ね、まず、まあ皆さん届いた方もいるんじゃないでしょうか。はい、有馬記念のファン投票ということで、ね、はい、なんとですね、届きました。こちら、じゃーん。なんとですね、自分が当たったんですけど、今回ね、はい、宝塚記念と両方当たったということで、イエーイ、ね、なので、はい、ね、ライバル様当たらなかったです。またなので、イクイノックスとドーデュース両方持っていることになります。はい、中はどんな感じでしょうか。中はね、こんな感じに並んでる。わあ、いいね、いいわ、激アツって感じだね。ね、自分の旬も終わった気がするんですよ、ね。いや、なんと、ね、なんと、なんと、リオさん一回も当たったことないんです、これ。カレンダーしか当たったことない。ね、ね。うん。まあ、日本ダービーの時も外れました。ね、ダービーリボンね。そう、なんだろうね、すごいよね、いいなっていつも横目で見ながら、いいな、いいな、いいなって思ってるんですけど、って言いながら調子悪いというちょっと最近ね。そうなんですよ。でもね、馬券の方がちょっとね、予想もちょっと、予想が難しかったみたいですね、藤代さんの方は。ね、最近ちょっと、ね、はい、地方しかうまくいってない、はい、そうですね、ルメールと一緒に落ちてるようなね。だから今日来てませんそうなんです、今日はね、これその園田、そのような T シャツです。うん、その時競馬場のこの前のあのボールの、そうそう、記念 T シャツですね。うん、これ可愛いよね、すごく。うん。うん、なので、まずまあね、やっていきたいと思います。はい。まあね、阪神スプリングジャンプ。はい。まあやっぱりなっていう感じでした。うん、まあ、うんうんうん、ね、ある三頭かなっていうふうに思いました。はい、ね、そうだね。ファイネルグローン、エコロデュエル。圧倒的だったよ。ね、六位、うん、本当に強い。強い。あの馬、化け物。いや、違うよね。しかも安定してる、すごくもう、うん、第二の重長さん。ほんとだよね、すごい、もう怖いものなしって感じだったね。で、西野デイジー、トライフォーリアルもやっぱり来たなって感じですよ。そうですね、ね、でも私、予想これバッチリ当たってましたね、はい、こちらはまあ、まあ良かったとして。そうですね、はい、まあね、ちょっとね、日にち順序逆になるんですけど、まず金庫賞、次、はい、ね、プログノーシス一着でした。はい、はい、本日ですよね、これは、うん、はい、まあやっぱりな、ドゥレッツァ2着、うん、1.9 倍で飛ばした、うん、で3着ヨーホーレイク復活、はい、すごい、よかったね、よかったね。これは4着もね、2年連続早やっこということで、はい、あ、ちょっと惜しいね、あともう1本なんだけど、いつも早やっこ ね、いい感じだったんだけど ね、うん、でね、5着には新た、そうですね、新たがいいっていうふうにね、言ってる方結構いたんですけど、うん、まあ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 頑張って走ってますね、やっぱりね。でね、はい、注目だった占いでのワイドエンペラーはなんと6着と、そう、あ、本当？好走しました。わ、本当よかった。半分以上上に来たんで、そうだね、頑張ってますね。まあルーキーの割には、うん、よかった。しかもまだ上り調子だってね、カードが出てたので、うん、ここからまだ上がっていくというワイドインペラーは、そんな感じのカードが出てまして、皆さんなのでぜひね、見ていってほしいなと思います、うん、はい。で、まあここからまあ占いと並行でやっていくんですけど、はい、まずエアサージュはまあやっぱり逃げたね。そうだね、本当だね、エアサージュね、占いで結構良かったんだけどなという感じが、うん、だけどもうちょっと思い切って逃げてもよかったんじゃないかなっていう。そうだね、うんうん、やっぱり中途半端だったね、ちょっとね、相手が強いので、もうちょっと思い切って気が必要だったかなっていう。いや、優雅さん上手かったよね、うん、でね、レッドジェネシスは、はい、まあ、まあ9着ならいいんじゃない、うん、まあいい感じだったね。だってね、ちょっと一度ちょっとね、一回落ちたんで、落ちたまでもう終わりかなと思ったような。でも一桁台に戻ってきたんで、うん、確かにまだもうちょっともしかしたら走れるのかもしれないね、うん、あとヤマニンサルバムに関してはね、ちょっともうちょっと、なんだろう、しっかりした競馬がしてほしかったかな。今日なんか三浦康生騎手がね、すごい調子良さそうだったから、もしかしてこれあるんじゃないと思ったんですけど、うん、ダメでした。ダメでしたね、やっぱり大きいレースになるとちょっと弱気になっちゃうかな。逃げなきゃダメですよねえ、なんかちょっと惜しい感じが、やっぱり三浦康生騎手がね、続いてるよね、うん、でね、うん、ノッキングポイントもイエスは出てたんだけど、うん、馬と騎手が悪かったっていうので12着でした、うん、結局やっぱ無理だったね、ブービーでした、うん、まあ納得よねっていう。そうだね、うん、ね、まあドゥレッツァよね、うんうん、
まあちょっと後でバッツボンと並行して、はい、でも一回置いときますまず。はい。ただし、でも占いの方はでも 1,2,3 着出すことができました。うん、いや、まあね、全部出た、うん。これは大きいよ。ね。ねはい。しかもね、あの3着の馬を入れることができたので。ヨーホレイクがね、一応副賞としてもね、高かった。320円。はい、私も買ってました。ね、はい、なので良かったなというふうに思ってます。ね、久しぶりに本当はまともな競馬だったかな。そうだね。ね、最近1番人気が両方飛ぶっていうことが多かったから、そうだね、多かったからね、本当に、ね、今日は1番人気が両方飛ぶ来たんでね、うん、一応3着ないには、うん、そうだね、はい、で、まあフィリーズデビューではですね、はい、まずエトブブプレが勝ってです、うん、これ言いにくいエトブブプレって言いにくい ねこれブとプがくっつくからだね、うん、まあね、1004コースあのね、取ってね、1000人でも勝ってるっていう、そうです ね、まあ、短距離のならではの強さが出たかなっていうふうに思って、うんうん、はい、ただし桜花賞は伸びるので、ね、どういうふうに今度走るのかなっていうのはありますがね、私、うん、としてはまあね、うん、で2着コラソンビート、はい、まあやっぱり、ね、うん、安定かなっていうふうに思って、なんかちょっと不安が要素があったんでね、うん、なんか体調面でだからそれがやっぱり少し出たかなと思いますけど、でも安定して頑張ってるよね、阪神だもんね、そうだね、そこなんですよ、うん、だから豪華立冬滞在長くいたっていうのがやっぱ効果出たんじゃないですか、ね、と思うね、やっぱガルサとは違うからっていう、うん、ここからなんか桜花賞までいるような感じみたいなので、ね、しばらくお引っ越し、うん、ちゃんと考えてき、てますね、はい、なんかたけし君の方はもうちょっと頑張りたかったっていうか行けたと思うみたいなこと言ってたけど、ね、でもまあまあまあ、まあまあね、前回の反省をしっかり活かせたかな、うん、そうだね、う崩れたっていう感じはなかったので、うんうん、なんかいい負け方、そう、なんだこれ、ね、もうちょっと距離長かったらいけたよね、本当は、うん、直線がねっていう感じでしたね。で、はい、3着には セシリエブプラーシュ、これがちょっとびっくりしたんですけど、私はこれ、副賞で720円とだよね、でミルコちゃん、いや最近さミルコさんなんか上手になってきた、なんか重賞じゃ正直ルメよりは買い、なんか買いだよねルメより買いという、今日もギリギリまでいいんじゃないかなってちょっと思ってたんだけど、やっぱりって感じでしたね、本当ね、ね、でバウンシーステップが4着、まあ納得、うん、そうですね、で5着のメガウィンクが、うん、ね、最高峰から一気に来たっていう、いやね、来たね、すごかったね、一瞬夢見れたっていう、うん、もしかしてと思ったよね、ちょっと ね、うん、だそれもうちょっと距離があった方がいいのかな、うん、メガウィンクの方はちょっと、そうだね、ね、なんかそんな気が、でも東京とかでは使えるんじゃないかなっていう、そうだね、まだまだなんかいけるような感じがしましたね、うん、今日の見てて、ね、うん、でね、まあ、今週の、ね、注目っていったらね、福永厩舎、ね、はい、同じく二頭出しで、ね、二頭出しだったんですけど、はい、両方とも2着っていう、 初出走が武さんで、で2回目が岩田未来君、そうですね、未来君でしたね、いや両方ともいけるかなと思ったんですけど、の2着でしたね、両方とも、うん、はい、まだ1着を残して美味しいところ持っていくのか、うん、今度と思いますけどね、うん、でね、なんか、うん、うん、で未来くん最近うまいなっていう風で、で中山牝馬ステークスの方に戻るんですけど、はい、コンクシェル勝ちましたね、そうだね、これは、うん、圧倒的作戦勝ちかなっていう風に思える、うん、本人も嬉しそうだったね、このね、騎乗はね、すごくね、終わってみて、うん、という感じがしましたね、でクックナーもちゃんと来た、うん、ね、うん、で新緑化が復活ということで、そうです、ね、よかったです、ね、はい、待ったのでやっと来ましたね、ね、同じ頃咲いてた北ウィングは復活できてないね、なんか惜しいよね、もう一回なんか咲きそうな気もしないでもないけど、やっぱりダメだよねっていう感じだね、難しいね、まあね、うん、ちょっとまあこれは冬中激おこのレースだったんですけど、はい、でまあね、まあこの服着てるということは分かるでしょう、見えるんですよ、はい、まあね、ツボでも言うんですけどね、うん、まずね、うん、なんじゃりゃっていう、でミルコちゃんの、うん、先週のミルコデブール騎手と同じ乗り方をしたら負けたって、あのシカゴスティングで、ね、フィアスプライドと、はい、コスモキュランダが、それコスモキュランダな、ごめんなさい、間違えました、ね、同じ仕掛け方したんですけど、はい、ルメちゃんは負けて、ミルコちゃんは勝ったっていう感じだったんですけど、うん、早すぎる仕掛けんの2000あんのにあれは耐えられない、あーやっぱりな、2008ですけど、あーなるほど ねちょっとね、あれはひどいかなっていう、
ね、ファンタジアに関してはもう思い切って出遅れたんでもしょうがないかなっていうふうに思ったんですけど、あれはないかなっていう。いやー難しいね。今年多分一番下手だった、うん、正直。ちょっとルメールの調子がなかなか上がらないのでね。だからちょっと馬券的にもみんな変わってきちゃうよね、買い方も、うんうん、ね、あんなに、ね、ね、前に出るって言って金庫賞は出なかった、うんうん、でしかもね、優雅ちゃんが仕掛けるのを気づいて、うん、出てきたね、出てきたんですけど、うん、やっぱりそれじゃ間に合わない。そう、間に合わなかったねっていうか、やっぱ優雅さんは今日はうまかったなっていうか、今日を早めに仕掛けてほしかったです、うん、で、ね、昨日を、ね、耐えてほしかったですよ。うん、やっぱプログノーシスもいい馬だよね。でも ねだし優雅ちゃんが神、今日はうまかったね、うん、あれじゃしょうがないよね。その後の12レースも結構上手に伸びらっしゃったから、ね、やっぱり優雅さんって土日どっちかだよね。でもね、ね、もう日曜日の方が勝率高いからっていう、そっか、うん、まあね、大事な発言ですよ。そうですね、今メモ取っておいた方がいいかな、自分もと思いましたけど日曜日結構勝率高いですですね。だから重賞も勝率としては高いのかな。そう、高いのかなと思ってきましたね。今、ルメイが19連敗中、重賞がどうしたんやろうかっていうか、そろそろ火ついてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあね、もうなんか今日なんか穏やかで結構いい天気だったんじゃない、うん、で土曜日は結構天気悪かったからちょっと、ね、でもね、ちょっと風のせいしてたけど、ちょっとあれは仕掛けるの早かったかなっていう、うん、今日はでもね、ちょっといい天気だったし、うん、なんかまあ一箇所の乗り方をできてれば、うん、多分絶対できたかな、うん、あ、なるほどね。はあ、なかなか本当皆さんどうでしたかね、本当 ね、うん、どんな買い方をしてどんな風になったんでしょうかっていうのはね、本当疑問なんですけどね、どうなんだろう ね。ただし結構なんか今日シャンプーハットのこいちゃん ね結構大当たりしたらしくてですね、190万とかなんかかな、うん、当たったとかね、なんかニュースになってましたね。なのでおおとか思いましたけどね。はい、なかなか思って難しいですね。で、まあ、うん、でですね、今週ね、阪神大賞典行く予定だったんですよ、自分たち。そうなんですね、もう席も申し込んでてね、抽選当たったんですよ、うん、ただちょっと問題発生して、まあ皆さん知ってる通り、リオンさんはメロディーレン推しということで。そうです、メロちゃん推しなんですよ。で、まあメロディーレンといったらね、うん、今回回避ということで。そうです、急に今日ね、夕方にそのニュースが入って、ね、うわマジかーって、メロちゃん見に行くのにさ、メロディーレンが出なかったら今回ね、どうしよう。去年のレースとは違って質がかなり下なんですよ。あ、しかもさ、どうして出ないかっていうのがちょっと分からなくて、まだ、うん、まだ出てないんですよ。ニュースがね、そこまでしか入ってきてないんですよ、出ないってことですか ね、うん、なのでどうしたんだろうって。ほら、モニタキュースって割とさ、結構出すじゃない、いろんな、ね、うん、インスタとかも更新度が高いところだと思ってるので、あ、どうしたんだろうなっていう、ね、もうなんか情報が早くて有名な。そうなんです、そうなんです。なので皆さん分かる方がいたらぜひね、コメント欄から教えてください。すごい心配してて、うわーとか思って、うん、ねえ、なんか不安だなって、どうしようかなって、もう回避になっちゃったから、日曜日どうしようとか思いながら私はいるんですけど、うん、はい。でね、来週は、ね、スプリングステークス、はい、でファルコンステークス、フラワーカップといってね、はい、まあ、はい、でリオンさんのブエナオンダがなんと3頭、ね、3個登録してるっていう。そうなんです、全部登録してるやんとか思いながら ね結構この馬がちょっとなかなか勝てなくて、これもまた昨日はね、ダノンモンブランという POG で、まあね、皆さんもそう、結構ね、有名な馬なんですよ、ね、ガルサと、そうですね、もうほとんど変わんない。そうなんですが、初出走だったんですけど結構ズタズタでしたね。やっぱり調子が良くないね、あんまりね、馬のね、うん、だからこれはちょっときついなと思いましたけど、まあでも1回でもね、走る姿見られてね、まあ、よかったかなって。結構ギリギリだったんだよね。そうだね、私ね、なんと10頭中5頭しかまだ出てないんですよ、実は、うん、で昨日6頭目がやっと出たんですけど、あとまだ4頭出てません。はい、結構難しいね、POG もね。ね、自分もね、はい、キングズブレスという馬がね、はい、出たんですけど、昨日かな、ね、あ、今日だね、今日ですね、本日ですね、もうボロボロになりました。同じですね、ね、2着から1着に行って、うん、バーンと下がったっていう、ね、なかなか難しいですね。それもってクロスも安定してやっぱり取ってくれますね、得点ちょっとポイントがね、どんどん稼げるような。ねえねえ、ただいまね、絶賛作戦変更中ですっていうことね、ちょっとね、あのね、中央で狙っちゃダメだなんてことに気づいて。結構難しいよね。ねえねえ、中央だとどうしてもね、キム鉄なんかはね、うん、あの2、あの1回出したら放牧、1回出したら放牧っていう風になるんで、うんうん、はい、
どうしても上半期に大体2回しか出せないっていう状況。ポイントを積み重ねられないよね、うん、なので、うん、もうちょっと地方をメインにしていけたらなっていう風で、はい、ちょっとダートマを中心に来年はやりたいと思います。そうですね、来年っていうか、なんかいろんな作戦を考えてるみたいなので、宇宙さんが楽しみにしてるんですけど、ね、はい、なんか難しい、これ難しいよね、うん、意外とやっぱりさ、全部出てな、やっぱポイントって重ねられるもんね、やっぱりね、うん、1トンなら耐えれるんですよ、うん、ただもうね、5トンとかなってくると結構きつい、きつい、ね、うん、しかも出さなくてもダメ、はい、ね、スパイキーボーあのリオさん登録してるんですけど、結構、ね、いっぱい出たんですけど全部ダメだったんですよ、ね、でも、うん、その代わり地方に行ったら成功したんで、そうです、成功して3着に入ったんでね、あ、これ地方で行けるやんと思って、だからそういうこともあるんで、うん、やっぱ地方の方がいいのかなっていう、うん、ね、なんかいろいろだよね、うん、でも一番最初からでしたら調子が良かったんでね、スパイキーって、うん、だからかなと思います。だからこの時期から組んでるのはやっぱりちょっとね難しいみたいですね、やっぱりね、うん、やっぱり調子のいい馬から出てくるっていうのがあるらしいからね、だからちょっともうなんかあーって感じなんですけどね、まだまだでも出る予定があるみたいなので、うん、今月の終わりかな、なので、そうですね、はい、なのでちょっとね、まだ期待していくようかなと思ってますけどね、はい、ただなんとなくルメさんだよ ね、はい、ということで、はい、後のツボをやっていきたいと思います、はい、どうぞたっぷりお願いします。ルメール、いつになったら起きる、もうこれに限ります。本当だよね、昨年は何だっけ、何月だっけ、2月です。で、その前は遅くて5月に回答、あ、回答、回答しましたもうね、うん、もう表現があります、回答です、今冷凍中の状態です。ちょっとね、きついですね、本当 ね、なので、はい、なかなか持って本当難しいものです、うん、ちょっとね、はい、でもなんかね、占いの方で当たったので、ぜひ皆さんね、またね、あのチャンネル登録の方よろしくお願いいたします、ね、ただいま自分はね、はい、今地方の方が勝率高いという、そうですね、なので、はい、まあ、今回ね、あの中央で失敗した方というかね、あの残念な思いをした方はねこっちに、はい、地方の方にまた、ね、地方担当みたいになってますけど、はい、そうですね、今週から川崎が、今週大好きな川崎がスタート、はい、川崎競馬が始まるらしいので、ね、やるレースがネクストスター東日本というレースです、うん、はいはい、まあこれが重賞かな、はい、重賞です、そうですね、なんかあの、私はよく園田に行くんですけど、姫路の方ももうちょっとで終わりで園田に移動してるみたいな、ね、なので帰ってくるみたいな、でね、金沢も復活ということで、はい、そうですね、なので地方がちょっとまたね盛り上がってくるような感じがしますのでね、ぜひね、そっちの方もね、私たちはね、の予想を出していきますので、ぜひね、見てほしいかなというふうに思います。はい、ということで、ではまたしましょう、はい、See you again、 バイバイ、またね。動画見てくれて感謝です。今日からキムをファミリーだ。この YouTube では毎週木曜日金曜日に競馬情報、その他くじ開封や旅レポ、おたかつなどもしております。そして元アイドルお姉ちゃんや可愛い愛犬ピーナッちゃんも登場するよ。そしてこの動画の副部長である美容さんによるメイク動画や、綺麗になりますよ、メイク動画や今話題沸騰の占いも出しておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてくださいね。ではまたお会いしましょう。 See you again、 シャキーン、バイバイ、またね、バイバイ、チェックしてね、登録してよ。